どうもどうも、おはようございます。こんにちは、こんばんは。甘栗一瞬です。というわけでね、今日も早速動画やっていくんですけれども、今日やる内容はね、ポケモンカード、PSA 鑑定またですね、の10点を狙いましょうってことで、まあ、自己セルフチェックみたいな感じですね。で、10点取ると、まあ、高いですよって前言ったと思うんですけど、センタリング、この絵が真ん中にこう、どしっと来てるかとか、あとこの銀枠の太さ、両方均等に太いですよとか、なのでこう真ん中に絵が来てますっていうのとか、あと傷だとかなんとかとかね、まあこれ綺麗だから10点なんだけど、このお嬢様ってカード、これね、よく見てもらうとわかるんだけどね、左に寄っているっていう、みんなちょっとこうオープンチャットの人に聞いたら寄ってるってことで、まあ、確かにこう見てみると、このわかりますかね、この右側のここの線と銀のとこね、こっちのところ、こっちが狭くて細くなっていて、こっちが太くなっているように見えるんですね。なのでこの絵のやつが左側にこっちに寄っているっていう判断になるんですね。まあ、センタリングっていうのが一番大事みたいで、その次表面の傷だったりとか、まあ、こう四つ角がピンとなっているとか、白欠けがないかとかってあるんですけども、これね、古いカードでね、10点取るとね、普通だと4万で、まあ、10万ぐらいいくや、10点取るとなるんで、ぜひ取りたいなと思ったんですけど、ちょっとここの線がね、ここよーく見ると細いってなってて、こうよーく見ると結構太いんですよね。なので1センチ2センチっていうのかな、左に寄ってて、センタリングがちょっとずれてますねっていう感じで、まあ、傷とかそういうのはね、見たんですけど綺麗だったんで、そこだけちょっと懸念点あるかなって感じで、でこの10点取った方は、まあこう銀のとこですね、この枠ですね、ここの部分がとても太くて均等、両方とも同じようなバランスで綺麗だなっていうのと、もう一回見てみると、こうやって話してみたりすると、右側太くて左側細いとかっていうのがちょっと、まあ素人目でもわかりますよね。そうするとセンタリングが悪いってなって、まあ10点をなかなか取れないかな、9点かなみたいな感じになるんですね。で、他の10点取ったやつとかもパッと見るとこれ10点なんですけど、こっちちゃんと太いでなってるし、まあ大体均等かな。で、これ俺の持ってるもう一個の方も、この銀のサイドのとこ、太いかな、みたいな感じですね。やっぱこれ見ると、ここやっぱこうやって見てみると、こっちよりこっちの方細いですね、やっぱり。うん。ちょっと9点ないし8点ってとこですかね。まあ他のもいっぱいこれから出したいなってあるんですけど、こういうのとかね、こっちは左側、太い、右側もちゃんと太いだから、これは10点取れそうだなとか、まあ傷とか全部見たんですけどね。他にもいっぱい出したいのあるんですよ。これも同じ感じで、この銀のところ、ちゃんと太くなってて、で、こっちのサイドも太くなっている。さっきみたいに、こっちのお嬢様のカードみたいに左、やっぱこうやって何回も見比べると左細いな。残念ながらこれは9点か8点ですね。いやー、希少なカードなんで取りたいですね。なんかね、いろいろね、こうやって目利きしてるとね、目が慣れてくるっていうかね、ああ、均等だなとか。まあ、これも結構バランスいいなとかね、分かってくるんでね。こう何でも鑑定団じゃないですけど、セルフチェックしてみました。ぜひね、10点いっぱい取れるように、まだこれから出すやつこんなにあるんでね。ちょっとこう練習したいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。バイバイ。